こんにちは、安西です。今回は山頂が新潟県と長野県に位置する天飾山を登りたいと思います。天飾山は日本百名山で紅葉の名所の山としても知られております。はい、ということでですね、今日は10月の20日なんですけれども、今紅葉真っ盛りみたいですのでやってきました。はい、登山口はですね、長野県側の小谷村となります。ここは天飾高原キャンプ場というところなんですけれども、今日は平日ですので駐車場はだいぶ空いておりました。土日祝日なんかはですね、もうかなりの大混雑になるみたいでして、路上駐車もねかなり発生してしまうみたいですね。はい、なのでなんか駐車規制もされてるみたいなんですけれども、まあ平日は比較的余裕がありました。はい、で現在6時半なんですけれども、これからですね登っていきたいと思います。意外と長丁場なので、はい、往復7時間ぐらいだったかな。またそこは歩きながら説明していきたいと思いますが、それではね早速出発していきたいと思います。それじゃあ出発していきます。もうすでに紅葉が凄まじく綺麗です。下の方でこれってことは、上はもしかしたらちょっともう見頃すぎてるかもしれないですね。天飾山は標高1963メートルで、今回登る天飾高原キャンプ場からのコースタイムは上りで4時間、下りで3時間の往復7時間ぐらいのコースとなっております。で歩く距離は、まあ、往復で 7.5 キロなんですが、累積標高としては1100メートル近くになってくるのかな。はい、なので、まあ、上り片道で 3.5 キロちょいぐらいで1000メートルぐらい登るっていう感じなので、結構ね、あの急登が多いみたいです。はい、なので紅葉シーズンね、大人気の山ではあって、でたくさんの人がねやってくるみたいですけれども、登山自体はなかなか大変だというふうに聞いております。はい、でもそれに勝るね素晴らしい景色が見れますので、はい、楽しんでいきたいと思います。5分ほど歩いてきますと分岐がありますね。天飾山11分の1400メートル、おそらくですね、ここはどっちから行っても同じとこに合流するんじゃないかなと思います。さっき一人右から行ったので、ちょっと僕左から行ってみましょうかね。わあ、結構草が生い茂ってて、これは右から行った方が良かったですね。うわ、あ、やっぱり合流しましたね。さっきのところ右から行けば普通に綺麗な木道で歩いてくることができます。はい、よいしょ、15分ぐらい歩いてきました。11分の2800メートル、なんで11刻みなんですかね。はい、山頂までは180分となっております。はい、ここから登りが始まる感じですね。早速階段です。よいしょ、あ、結構登っていきそうな感じですね。よいしょ、結構登りますね。まだ序盤だというのに、途中まだまだ急登がねあるみたいです。いや、紅葉も綺麗ですね。かなり色づいてると思います。もうこの辺りとか真っ黄ですね。
11分の3、1200メートル、これは歩いた距離ですかね。よいしょ。つまり 3.3 キロぐらいは歩くということですね。標高1350メートルぐらいですね。登山開始35分くらいになります。はい、結構な急得感を登ってきましたけど、今ちょっと緩やかになりました。まあ少しずつね登っていく感じにはなりますけど、ちょっとは息を整えれそうです。まだこの先ね急なところがあって、で一旦荒菅平っていう平坦区間にまた行けるかと思いますので、そこまでまず頑張っていきたいと思います。荒菅沢まで30分、ここは船平というとこかな。よいしょ。はい、今のところがですね船平というところでした。登山開始40分ぐらいになります。でそこからさらに30分ほど登っていくと荒菅沢っていうところになります。さっき荒菅平って言ったかもしれないですけど、荒菅沢でした。よいしょ。ブナガイラからはまた結構な登りが続いていきます。なんかね日差しが差し込めばもっと綺麗だと思うんですけど、結構どんより曇ってますね。今日こんなに曇るんか。ちょっとは晴れるかなとは思ったんですけど、11分の5、2000メートル。さっきブナ平ってあったと思うんですけれども、これもブナでしょうかね。立派な大きな木が多いです。よいしょ。結構登ってきて標高1500メートルを超えてきました。山頂まではあと460ぐらいか。まだまだありますね。よいしょ。でも半分は過ぎたかな。もうちょっとで荒菅沢というところになります。携帯トイレブースがありますね。持参した携帯トイレで、まあそこに設置して用を足すといった感じですね。まあつまりは、登山口から山頂までの往復は普通のトイレではないということですので、はい。わあすごい景色が、なんということでしょう。めちゃくちゃ綺麗ですね。この山陽もすごいかっこいいし、紅葉も超絶見頃じゃないですか。もう色鮮やかの大共演って感じですね。すごすぎる。あ、見逃しそうなところに11分の6がありました。半分過ぎましたね。それにしても結構下るな。
よいしょ、頑張って登ってきたのにね。もう紅葉を見ながら下ってると足おろそかにしちゃいますね。よいしょ、あ、ここですね。よいしょ、はい、登山開始1時間10分ですね。荒菅沢に着きました。はい、後ろの景色がすごすぎますね。めちゃくちゃ綺麗です。はい、ということで荒菅沢の景色でした。いや、めちゃくちゃ良かったです。想像以上に良くて、はい、今こっからも見えますけど、いや、すごすぎるな。ちょっと空もね、晴れてきてより一層綺麗になりましたね。あまりにも良すぎたんで1時間はいなかったですけど40分50分ぐらいいたかなと思います。今8時半となりました。はい、それじゃあね、あんまりのんびりもしてられないので山頂を目指します。その前に一旦次はなんだっけな、笹平だったかな、もう一回あの平らな場所があるみたいなので、まずはそこに向かって頑張って登っていこうと思います。いや、太陽が出てきてより一層鮮やかになりましたね。すごい綺麗。こんな急登の途中で、よいしょ、結構大変な坂が続きます。どうかな、あの上の方はね、登っていく感じでしょうかね。ふう、結構ありますね。はあ、結構険しいところ登ってます。帰りの下りも大変そうですね。よいしょ、11分の8、あと3分の1ってとこかな。おお、絶景ですね。すごい。あそこが下から見てたあの中央のとんがった山だと思うんですけど、こうやって上がってくるとちょっと存在感が薄れてきますね。なんかその奥の方がもっと高い見えがありそうな感じです。まだまだ険しいところは続きそうですね。
うすぐ笹平ですね。笹が増えてきました。これ登った先かな。11分の9、あと2つ。よいしょ。だいぶ登ってきました。風がすごいですね。わあ、すごい。あれですね、山頂。途中笹の草原を歩いていく感じか。また山頂直下も大変そうですね。あ、でも気持ちよさそう。はい、ということで登山開始2時間40分、今9時10分ですね。笹平に着きました。はい、ちょっと風が出てきましたね。もう景色はちょっと紅葉は一段落して笹だらけになってます。まあポツポツね、紅葉した木もありますけど、いやいいですね、天飾り山へ続く道。じゃあ歩いていきましょう。早速笹がすごいですね。よいしょ。あ、ここで分岐があるのか。天飾り山はですね、糸魚川の天飾り温泉という方向からも登ってくることができます。コースタイム的にはこっちも同じぐらいですね。上りで4時間ぐらいで、そんな変わんないはずです。まあどっちから登るにしても結構大変なのは間違いないですね。いやーすごいですね、対面の山脈も一面紅葉です。すごいな、本当にいい時に来ました。山頂直下、すごい険しそう。結構たくさんの人が上り下りしてますね。よし、山頂を目指して最後の上り頑張っていきましょう。上はかなりの爆風らしいです。いやー嫌ですね、爆風は。撮影的にはもう音声乱れるのであまり嬉しくないです。険しいし、すごい風。あ、はい、この天飾山は山頂付近からですね、さっき歩いた笹の道を振り返るとなんと女神の横顔が見えるというふうに言われているんですけれども、それがこちらです。はい、わかりますかね、これですね。わあすごい、鼻が高くてすごい、確かに美人さんの女神の横顔といった感じですね。わあこれか、確かにすごいわ。いやすごいですね、自然が作った景色。まあ自然というか道は人工的ですけれども、はい、まさかあんな形になっているとはという感じですよね。いやいい景色でした。登ってきた。
か。よいしょ。あ、すごい、北アルプスが見えてる。冠雪もしてますね。着いた。はい、雨飾り山標高1963メートルですね。やりました。あ、風で帽子が吹っ飛びそう。はい、いや途中ね、あの曇ってたりもしたんですけども、見事に晴れてくれましたね。最高の天気です。風はかなり強いですけど、女神の横顔もちゃんと見えますね。その背景の紅葉が素晴らしいです。はい、ということで雨飾り山山頂からの景色でした。ちょっとね、山頂風がものすごかったんで、今笹平まで戻ってきました。まあここもまあまあ風強いですけどね。はい、いやもうね、山頂からの景色めちゃくちゃ良かったです。後ろ立山連峰ですね、鹿島槍ヶ岳から朝日岳までの稜線を一望することができましたし、その反対側はね、日内山や焼け山が見えましたね。はい、あとは高妻山なんかもね見えたりして、でその他もですね、名前はちょっとわかんないですけれども、周囲の山々が本当に紅葉素晴らしくてね、もう見事でしたね。はい、で極めつきはですね、あの女神の横顔ですね。本当にあの美しかったですね。すごい綺麗な横顔だなと思いました。でその背景のね紅葉も引き立て役といいますか、すごいいいね演出だったかなと思います。そんな感じでですね、いやもう非常に素晴らしい山だなと思いました。まあほぼほぼ今感想言っちゃいましたけれども、またね一旦下山してから、いろいろ感想を述べたいと思います。それじゃあね、下り気をつけて降りたいと思います。いやすごいですね、もう紅葉もりもりといった感じの風景です。すごすぎるな。下りはねかなり危険なんで注意は必要です。よいしょ。わ、この辺り落ち葉がすごいですね。さつまいもカラーになってます。綺麗、可愛いというか。よいしょ。まあ今が見ごろで、どんどんこれから葉が落ちてくんでしょうね。急な下りが続きますね。あ、落ち葉がはらりはらりと、落ち葉がはらりはらり、まだ落ちてないですね。まあいや、はい、あら、杉沢帰ってきました。あ、ちょっと山頂方面
白いですね。山頂方面かどうか知らんけど、はい、はい、帰ってきました。12時35分ですね。はい、お疲れ様でした。はい、改めまして、無事下山しました。お疲れ様でした。いやー、もう雨飾り山、今回どうでしたでしょうか。僕にとってはね、もう非常にいい登山となりました。紅葉、今シーズンいろんな山登ってきたんですけれども、かなり良かったんじゃないですかね。本当に色づきが良くて、まあ、今シーズン東北の山々をメインに登ってきて、あちらはですね、まあ、例年に比べて遅めの紅葉ではあったみたい で、なんかね、赤色がちょっと少なかったのかな。今シーズンは黄色が多かったんですけれども、今日この雨飾り山登ったらですね、赤色がすごい、主張が強いというか、はい、赤色がねかなり綺麗に見えましたので、すごい感動的でした。で、もう樹林帯もですね、紅葉に包まれながら歩くことができましたし、見晴らしのいいところに出ればね、もう紅葉を眺めながら歩けるといった感じで、でも本当にいいタイミングで来ることができたなと思いました。登山道中もね、初めは曇っててちょっと心配だったんですけれども、結果としてね、青空の下歩くことができまして、山頂でもね、綺麗な景色見ることができました。女神の横顔もね、とても美しかったです。はい、ちょっとね、風は強くてあまりのんびりはできなかったですけれども、まあ、途中のね、荒菅沢とかからの景色もとても良くて、ああいったところでね、のんびり過ごすことができました。はい、登山道自体はですね、結構急なところが多いです。上りも下りもなかなか大変ではありましたね。荒菅沢以降の上りもね、かなり急とか続いて、途中木でできたはしごとか、ああいった岩場もありましたけれども、あそこら辺はね、かなり結構ね、注意が必要な場所ではありました。まあ、なんでああいった足場が荒れたところが慣れてる人にとっては難なくね、登れる山かなとは思いますけど、苦手な人にとってはね、結構時間がかかって大変な山にはなるかもしれないですけれども、まあ、なのでちょっと初心者向けの山とは言いづらい感じではありますね。はい、それなりに経験積んでから臨まれるのがいいかなと思います。はい、まあ、この動画ね、シーズン終わった頃に公開されると思いますけれども、またね、来シーズンに向けて、皆さん準備されるといいかなと思いますので、ぜひ登りに来てみてください。はい、それじゃあ今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。登山口から一番近い宿、雨飾り荘へやってきました。ちょっと今雨がポツポツしてきましたね。いい時に登れました。ここ温泉入れるのかな。あんまり下調べせず来てしまった。ダメじゃん。外来入浴、お食事は営業しておりませんダメでした。他探します。なんか雨飾り荘があそこなんですけど、ここの駐車場に停めてあっち行くと露天風呂があるそうなので、そちらをちょっと入ってみようと思います。結構ね、有名な露天風呂らしいです。これですね、雨飾り高原露天風呂、10時から21時、トイレもあると。男湯、女湯分かれてますね。撮影禁止、まあこの辺までにしときましょうか。お昼は小谷村にあるホタルという蕎麦屋にやってきました。過去2度ですね、観光で訪れたんですが、あまりの待ち時間の長さに2回とも断念しております。今回はありつけれるのでしょうか。